移動の車の中でもずっとギターを弾く中村。久しぶりに会った吉田が金髪になっていた。気合い入れてみました。あやむくんどうなの、あの金髪は。いや、すごくいいと思いますなんかいいじゃないですか、キャラが分かりやすいじゃないですか。そうね、黒金だもんね。はい。リフレインリフレインは1週間前にレコーディングが終わったばかり、予定よりずっと遅れた。ちょっと苦労した。いや、僕が突発性難聴と咽頭炎と気管支炎と風邪やったんですよ。最悪でした。そして彼らにとって2枚目の CD が完成。前回ってちょっとおっかねびっくりなとこあったんで、初めてでしたし。高校の同級生で一緒にバンドをやっていた2人が再会、結成した。まあみんな当たり前なんですけど、命を削って魂も入れられたんで、ベストってこういうことなんだなって思います。じゃあ魂を削ったライブを今日見せて。任せてください。でもさ、暑いから向かった先は栃木でのイベント、夏恋。すげえ、坂井さんのトラテクが。すごい見られてる。めっちゃ見られてる。黒塗りなんでちょっと。黒塗りでしょ。柄が悪いの来たと思って。皆さん、スターが来ましたよ。いや。リフレインリフレインですとか言って。未来のスターになりたい。なりたいな。なります。夏恋で開催される高校生バンドのコンテストのゲストとして、栃木にゆかりがあるリフレインリフレインが呼んでもらえた。ブドウをちょっとお土産に。ありがとうございます。ありがとうございます。お土産付き。ブドウ有名なんだ。そうですね、栃木市は。そして可愛い栃助も。実は2人、高校生の時にこのコンテストに出演していた。変な話、ネジがちょっとおかしいかなっていうのはありますよね。僕本当に音楽でこう人をね、心を救ったり世界は変えられるって僕本気で思ってやってますからね。あまりの暑さに車へ避難。ギターは諦めようかな1日何時間ぐらい時代手にしてんの？僕基本的にテレビはまず見ないんですよ。なのでお家帰ってきて手洗ってでソファー座って大体ギター置いてあるんで、ギター触ってそのままこうやってとか。ギター触ってると幸せ？幸せです。落ち着く？楽しいです青春の思い出のステージにゲストとして立てた。そんな野外のステージ経験したことないんですけど、楽しかった、気持ちよかったですね。季節でいうとリフレインリフレインって春、夏、秋、冬。今の現状では夏だと思います。なぜなら8月9日に出るあのミニアルバムが夏の歌で、結構 2,3 曲も、はい、夏をイメージして歌詞も。いきなり宣伝ぶち込んできた。いやそんなことないっす成長したね。いや少しでもこう届けたいんですよ。本当に一人でも多くの人に聞いてもらいたいんですよ。そんなにいいの？
もういいから出します。でも何がいいか3つ言ってみ。3つでいいんすかまずその今までこう言葉っていうものは短めに3つ、歌物バージョンアップ、乗れるリフレイン、そしてさらに共感をできるようなワード、この3つ。上手になったね。どうですか。二人のその先にあったのは、うわ来たー、お船が来たら僕たちの夢が詰まった。久しぶり、久しぶり。リフレンリフレン売れますかね。どうしよう、どこにヒットするかね。もうもうすごい期待してるんだけど。初めてギターを買った、音楽人生の始まりの場所だ。単純にギターがかっこいい、ギター弾けた自分がかっこいいっていう、そのエゴイストに近いところがありましたね。ギター弾いてる俺ってなんてかっこいいんだろう。そうですね、それに近かったですね。え、高校時代ここ使ってたの。いや、ここで練習してここでダメだったよね。これに汗と涙と涙と、いや、涙は定む当時の頃からよく泣いてたよね。暑さゆえの涙でした。今日もライブ中僕泣いてましたし。本当？自分に対するメッセージもこもってるよね。負けたくない、明日を目指そうよ、ありのままで。それが消えるまでに、はい、今年の目標言って。今年の目標ですか。自分に負けない、弱い自分に勝つ、そして人の、心を打つような曲と歌をもっともっと歌えるようになること、この3つです。二人を照らす日の花火、夏の夜も彩る光、鳴り響いた夏の花火、目を開けてば眠れてく、寂しく揺らす日の花火、夏の夜を閉ざした光、月に会う時には空、目を閉じれば結ばれる夢。